国人ですね。香港、中国から香港へは隔離がないんで、みんなそれと中国は国外に、海外に行く飛行機が圧倒的に少ないので、まず香港に来てから海外行くみたいです。ことせんでええんちゃうかな思うんやけどね。あのね、晴れてて雨が降ってます。さっきからずっと雨が降ってるんですよね。今日はですね、朝外地国行ってですね、昨日ちょっとね思い出しましてね、せっかくの無料空港を無駄にしてしまうのはあるので、今日3食スーパーサンドイッチで食べなあかんですよね。ちょっとこれ難しいだけどね。そうならないと今度香港に帰ってやった時にはもう無効になってるんですよね。はい、今からですね、昨日した PCR 検査結果をもらいに行きまして、でそこからですね第2のスーパーサンドイッチに行って、で今日ちょっとねめっちゃ忙しいです。昨日より早く帰れるかなーいう感じですよね。昨日より早く帰ったらですね、あと一番も行きたいんですよね。はい、行けるかどうか。今日のね最初のね、朝ごはんの時間帯に食べれる、私が持ってた3つのクーポンのうちの1つがサラダだったんですよね。でサラダ頼んだらいいんですよ。めちゃくちゃちょっと食べへん方がお腹空かへんかったんちゃうかなと思うくらいで、ね、めちゃくちゃ空いてます。はい、今からですね PCR 検査のと行きます。ここいつもね人寝てはりますよね。すごい空きです。しょうがない。さあ、できました。また雨降ってますね。昨日届きます。結構慣れてない。昼間平日の昼間って久しぶりなんですよ。でもちょっと閉まってしまった。いつも昼間くんは久しぶりなんですけど、結構人いますね。調子やっぱ入るか。何回か言ったかもかなけど、今下行けないんですよね。私はここから近く別のとこ行ってたんですけどね。今からですね、2回目のスーパーサンドに来てもらいますが、座れるかな。ちょっと歩きますからね。雨が止んだらすごい今度は晴れですね。今からですね、この買い物行きます。今ですね、高税税に来ました。今日はね、忙しいですよね。運送入って行って、で、本案からセントラルに、でからに行きます。
回ね、スーパーサンドイッチみたいな感じですけど、ここで行こうかなと思って。でね、この前行ってみてもいいの、この幹線の電車は。今回ね、今回はいろんな日本に行ってですね、日本に行ってですね、いろんな路面電車をですね、写真撮ったり乗ったりしたいと思ってます。うん、めっちゃ楽しみです。なのでね、僕の時にはね乗ったりしてたんやけど、今回ねちょっと函館まで行けないからね、函館ちょっとパスですね。これね、まあこうね、世界の路面電車みたいな感じでね、全部乗っていけたらいいと思うんですけど、ちょっと今回函館がバスですね。それとね、四国もバスですね。高松、松山、高知ですね。高知は乗ったことあるんですよね。そう、その辺はちょっとバスですね。あと長崎も今回絶対行けませんね。もうなんかやってるの、今からですね、買い物行ってですね、その後ですね、スーパーサンドイッチ行きます。また雨降りそうですね。なんかあったかいんですよ。今からですね、バス乗ってション水に帰ります。ション水でね、ちょっとね、ここ今日は市場行かなあかんの、このバスが多分市場へやろうなと思って、バスで帰ります。あと10何分ですね。ライスライトっていうのが久しぶりやな。ライスライトよ。カメラも